これからヨガニドラを始めます。仰向けの姿勢でゆったりと横たわり、手のひらは上に向けます。足は腰幅より少し広めに開いて、体が左右対称になるよう調整します。ブランケットをかけたり、タオルで目元をカバーすると、より深くリラックスできます。準備ができたら、優しく目を閉じて、ご自分のペースで深呼吸を3回繰り返してください。ヨガニドラの練習の間、最後まで起きていること、自分自身に優しくすることを意図しておきましょう。では、あなたの体と床が触れている場所に意識を向けて、その感覚を味わいます。眉間の中央に意識を向けます。眉間の力が緩んで、顔全体が脱力しています。両肩に意識を向けます。両肩の力が緩んで、両腕全体が脱力しています。骨盤に意識を向けて、骨盤の力が緩んで、腰回り、両足全体が脱力しています。サンカルパ、あなたの決意を宣言してゆきます。まだサンカルパをお持ちでない方は、自然な呼吸に意識を向けながらリラックスしていましょう。サンカルパをお持ちの方は、
心の中で3回唱えてください。あなたの内側で意識がゆったりと漂いながら、静かに休んでいます。ではここから聞こえてくる言葉のイメージを思い浮かべてください。あなたは今、美しい湖のほとりをのんびりと歩きながら、自然の美しさ、心地よさを感じています。植物や色とりどりの花が甘い香りを放ち、小さな鳥が水際で羽を休めています。あなたもベンチに座り休みましょう。心地のいい風が吹いて、青空に雲がゆっくりと流れてゆきます。新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込むと、心と体が喜んでいるのを感じます。あなたは美しい自然に見守られ、安心の中でゆったりとくつろぎます。
ここでもう一度サンカルパを思い出します。サンカルパをお持ちの方は心の中で静かに3回唱えてください。では、体に意識を向けて、目覚めの準備を始めます。深呼吸を3回誘導します。一呼吸目は、宇宙に意識を向けながら、深い呼吸をしてください。次は地球に意識を向けて呼吸をしましょう。最後はあなたのハートに意識を向けて呼吸をしましょう。では、指先、足先を優しく動かして準備ができたら、ゆっくりと目を開けてください。これで、ヨガニドラを終わります。これからの時間も、あなたが幸せでありますように。ありがとうございました。